はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。ファミ通 FDVD ポッドキャスティングのお時間でございます。私石川のプロ続きでございます。はい、ゲスト、はい、ファミ通 FDVD 編集長アルパン小島です。はい、土産おい、私広島へ行ってきまして、まあ、このもみじの袋に何が入っているといえばですね、牡蠣の牡蠣大将なんて、牡蠣の燻製ですかね、のこれを俺とお前で1本ずつ食って、でこういうもん食うときはやっぱ飲みたく、飲みたいねこれは、うん、これね買ってきましたよ。これいいっすよ。これもうね、ある意味ちょっとジャケ買いなんですけど、はい、赤ヘルカップ、赤ヘルカップ、おー広島モーダーを誇る赤ヘルカップ、これやばいでしょこのパッケージ。いいねワンカップが。というわけで、はい、君は今日の放送中ワンカップを丸々飲むっていう使命を。いいですか、僕は今日運転があるんでね。いただきます。じゃあとりあえず赤ヘルカップ飲んでくれ。はい、ルーパーさんも広島カップといえば思い入れがね。いやもうそうですね、もう社長衣笠社長選手ね。ずるい。まあ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 、もう俺ほんと衣笠はね偉いね、あの社長って言いましたよね今。銀鉄人衣笠に対してむ、あの無遅刻無欠席なんつんだ、あのずーっと連続試合出場な。あれはできることじゃないよ。無遅刻まだ飲んでもないけど、無欠席って異業のりだけ。ああ、これ美味しそう、すごい美味しそう。なんか広島結構お酒が有名みたい。どうですか。ああ美味しいです。美味しいですか。美味しいです。いやちょうど僕今日飲みたい気分になったから。ああそうです、うん、でこの最近飲みたい気分ばっかりなんだよ。柿大将、柿大将、これどうですか。この串にも牡蠣が刺さって、いいね、醤油漬けみたいなのが。いいですねこれ。これ新しいですね、収録中に食うって。ティッシュメイトものとかあるか。あ、ちょっとこれちょっと汚れそうですね。うん、広島牡蠣大将。瀬戸内海の名所広島は牡蠣の生育に最も適しており、まあうんぬんあって、弊社秘伝の特製の樽には牡蠣をボイルした時に抽出される液を長時間濃縮してできる牡蠣エキスが入っており、栄養価の高い食品となっておりますと。これうまそうだな。これうまい。汁もったいね。知らないよそのテーブルの上のペロペロと。というわけでもうなんかあれですね、この1週間浮地君なんか痛風で苦しんでいるんですが、我々はそれを横目に大変じゃないか、牡蠣大将いただきたいと思います。はい、あ、普通にうめえ。あ、うめえ。これうめえ。これお前。あ、俺も。一本じゃ足んねえぞこれ。一本しかないですけど。あ、これは素晴らしいですね。ちょっと汁飲んでいいですか。あ、これは大人の味だわ。酒と牡蠣大将完璧っすね。すごいねこのマッチング、ベストマッチング、ベストマッチング。いやこれは素晴らしい。で何ですか、ルパンさんもなんかネタがあるって。あ、そうです、見てきました、少年メリケン作映画。どうでした。面白かった。てか、あ、宮崎あおいちゃんはほんと可愛いね。あおいちゃん可愛かった。うん、なんか表情もすげえ豊かだし、なんか割れ目も可愛かった。割れ目は見れなかったけど、でもなんか胸、あ、そう、ゆうすけサンタマリアさんがさ、ゆうすけさんがさ、葵ちゃんのこうおっぱい触るシーンとかあったりとかさ、うわ、触っちゃった、触っちゃったとか、の節々セリフが面白いのよ、葵ちゃんのセリフが。今面白い例えだったか。あ、これから出るのか。例えは出ないけども、でもその、見てきたんだろう、お前。うん、セリフ回しでさ、なんとかなんとかって言って、ボソッと葵ちゃんがなんか言うみたいな。その、駆動感演出に。ああ、そうそう、ハマっちゃった。で、びっくりしたのが、サンタコンテンツでさ、こう一緒になったあの仙太郎くんっているんだよね、役者さんが。仙太郎くん、うん、いいよね別に、あの坊主さん役とかでこう出てくれてるさ、ちょっと顔の、ああ、うん、前黒人してるでしょ。そう仙太郎くんっていうの、仙太郎っていう名前です。そう仙太郎くん芸名、いやいや本名わかんないし。そうなんだよ、わかんない。まあ雑だよ。まあ、芸名ですよね。で、まあそう、彼があれでしょ、ほにゃららにも出て、そうそうそう、おっぱい揉んでる子でしょ。そう彼も出てたりとかして、あと、酒ロックの
4人も出てたりとかして、スクリーンに結構その知った顔が何も出てきて、うわすげえなとかって、そこでも感心しちゃったりとかして、あとやっぱあの世代的にもさ、俺大好きなんだけど、やっぱパンクでしょ、はい、題材になってるのが節々に結構さ出てくんだよ、あの俺大好きだの橋橋な、橋々にあの節々が痛いな、受け地受け地今見て、あれ節々痛い病で今日相当テンションが低い、俺が言ってんのは橋橋に、俺が悪いぐらいのお前が何話のレールを戻したぐらいの感じだけど、まあいいや、転換法だよね、転換法、喋りの転換法、統治法だなる喋りの転換法、そう転換法、うん、ポルノさんが喋ってたと思ったらいつの間にか俺がこうピカピカチュウがピカーピカーみたいな、そう日本人の子供たちが、うん、でそれちょっと統治法で置いとくぞその話はピカチュウの話は統治法で置いて、俺が言ってよ、赤ヘルもうちょい飲みな、なんでだい、うん、もうちょい飲んだ、もうちょいグッ、普通の飲みじゃなくてちょっと書き込みすぎたかなっていうぐらい体に入れると、そうお酒っていうのは効果が出る勇気100倍だろ、あーすごいね、もうなお誇る、いいか、続けてスタークラブってバンドがあってさ、あの日影明さんっていう人俺大好きでさ、もうスタークラの CD も何枚も持ってたのよ、でしたらさ、スタークラの日影さんがさ、華やかなんかの役でちょい役なんだけどさ、いやもう感動しちゃったな、そんな人ばっかり、お話の大筋としては面白かったのかい、お話の大筋としては面白かった、135分ぐらいで結構長いかな、結構長いかなと思ったんだけど、でももうバーッと本当ノンストップで続くっていうか、だから最後まで全然飽きずに、うん、まあ止まっちゃまずいからな、映画だからそこはまあもう飛んでこい、もう飛んでこい、もう俺もうダッシュいけんじゃん、打っちゃうわな、意外ときついんだこれ日本酒だからね、モーダー怒っちゃってるからさ、大変だよ、だお話的には全然もうずっと初めから終わりまで退屈せずに、でその節々にやっぱ工藤勘さんのギャグ的なもんとかも入ってて、で結構周りやっぱ女の子が多かったな、工藤勘ファンの客層はかな、なんか分かんねえけど、それでやっぱりその要所要所その若い子たちがやっぱキャッ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 笑って見ながら笑いながら見れる映画になってて、すごい楽しかったな、久しぶりになんかちゃんといい映画見たなって感じ、ああそうですか、うん、はい、まあ、我々の身近な工藤勘こと山岸さんもね、ああそうですね、でこう結構笑いながら最後まで見れて、で最後の最後にあの銀杏の峰田君のさ、あれとあの向井さん座禅のあれ あの狙われた学園がエンディングで流れるんだけど、あれがもうその世代的にドンピシャっていうかさ、うん、いやその面白かった、途中も面白かったし、最後もまあ俺ら世代にはもうたまらんね、あれは多分、うん、見に行こうと思わないですけどね、あそうっすか、正直あれはもうあの下辺のお父さん宮崎葵ちゃんが可愛くて、葵ちゃん可愛い、葵ちゃんどう、タイプ的に好きなタイプ、タイプでは好きなタイプではないですね、あ俺もそうなんだよいや違うここ続け、これ続ける、自由自在、これが転換法の真髄、転換法、そう君も好きじゃない、おで転換法は飲めば飲むほどこう強くなるというね、震えが止まらないよ、もう俺の汁飲んで、俺の汁飲んで、あ本当に汁くれ、汁続けるぞ葵ちゃん、君はあんまり好きじゃない、僕もあんまり好きじゃない、でも好きにさせる力が映画にあるみたいな、映画の話をしたいわけ、そう言っちゃったな先に、そうか、もう行こうか、うん、タイトルコール、うん、それは取り留めがない、うん、映画の感想としては、まあ、おすすめだと、おすすめ、面白かったです、すごい、おはい、じゃあお前がねそんな好きじゃなかったけどちょっと好きになっちゃった宮崎葵ちゃんが群馬から国鉄に乗って遊びに来ました、ちょっと今日葵ちゃん、なんか会話をね、すごい難しいですよね、いやいや、でも私宮崎葵が遊びに来たんだよ、葵ちゃん可愛かった、宮崎葵が遊びに来たんだよ、葵ちゃんがちょいパンク名な感じでねタイトルコールしてくれる、葵ちゃん表情がすごいんだよね、とにかく顔の表情がこう、なんと喜怒哀楽の表情がすっごく可愛いの、カッカッカッっていうメリハリがはっきりしてて、
多分だから君もできる。そんな目で見ちゃダメ。この一生懸命な小島くんをそんな目で見ちゃダメ。というわけでもう表情もラジオですけど、やっぱそれは声にも出ると思うんですよ、声のトーンにも。表情豊かにパンクな宮崎葵がタイトルコールをします。はい、じゃあ宮崎葵できますよ。はい、3、2。はい、宮崎葵が群馬からやってきたぞー。なんででも何も言わないんだよ。ウィズウィズウィズヤクルクシュー3回ウィーウィーなんだろ、なにわからない。おいおい、盛り上げよっしゃ、なんて言ったんだよ。群馬からやってきたぞって言って、その後その後なんで何も言ってくれないのって、なんか怒ってる感じ出した。で、タイトルコールに、まあ、タイトルってことがいいかなっていう構成。イエーイ。いや、もう面白い。まあまあまあ、最近力押しを覚えたら163回目、今回は裏話対決やります。イエーイ。さらに新ルール導入。まあ最近ルパンさんのですね、病気とともにこう勢いがこの放送が減少していて、裏話対決もまあちょっとパワー不足というところで、山岸ディレクターが新ルールを導入して、このコーナー引いてはポッドキャスト全体をこう活性化させようという試みに出た次第でございます。で、新ルールなんですが、まず大きく変わったところは、私ポルノチームとルパンチームのチーム戦という図式になります。はいはいはい。で、俺とルパンは監督という立場になりまして、はいはい、毎回裏話を持ったプレイヤーが、はい、キムなりオズマなりウケチなり、まあ、うん、来て、うん、我々監督がまずその誰を使うか選んで、選ぶ。で、そのプレイヤー同士で戦うと、うん、で、まあ、我々監督なんですが、うん、まあ、もちろん負けたら罰ゲームということで、連敗したら監督へ罰ゲームだと。だからまあ、そのなぜ2ヶ月連敗システムになってるかといったら、うん、1回今回やって負けた方に次回のプレイヤーの指名優先権がもらえると。つまり2回やってうまいことプレイヤーのバランスを取って、はいはい、うまくね、こう戦いを接戦にして2ヶ月単位で考えていこうじゃないかというシステムでございますね。で、まあ仮に仮こうおちんちんがこうなってると、それは仮に違う仮、あ、今早かったですね。今早かったですね。もう出しょうですか。もう出しょうだから打ちまくってる。もう出しょうだ。グイグイもういけない。これ開いちゃうんだこれもう。いい。もうオープニング終わったばっかり。いいのかもう飲んじゃうぞこれもう。いやもう全部飲んじゃうの。おい。こらうまいこれ。木村君が微妙な顔して。大丈夫かこいつはみたいな。大丈夫。木村君もお酒好きでしょ。まあ好きですけど。このペースはねえだろうと。ちょっと早すぎるから。僕も最近失敗したばっかりなんで。ああ、そうかそうか。いや大丈夫。これ、それ聞きたいですね、裏話行く前に。キム君の個人的裏話として。ああ、いや、この間あのゲームオッサンの収録をやってきまして。ああ、聞いた。聞いたんすかその話。縦石でちょっとやってみました。縦石の立ち飲み屋で昼から飲んだんだっけ。昼からまあ。上地さんと米田さんと僕と上地さんの奥さんでガンガン行っちゃいました。で午後7時に駅で吐いてたっていう。上り線でラインに吐いた後下り線のラインで吐いてましたね。最悪だよね。19時ですよ。健全じゃないね。押し上げから。アリ町土曜？平日だっけ？日曜かな。日曜、はい、日曜の昼間から。なかなかおっさんでもそういう感じで飲んでる人なかなかいないけどな。押し上げから中央林間まで寝過ごしちゃって。ずっと乗ってんの。乗ったねー。長いこと押し上げから中央林間まで。三茶で降りるところ中央林間まで行っちまいましたね。相当乗ってた、ね、その戻りで渋谷まで行っちゃったんですけど。また今電車ってすげー乗り入れで距離伸びてるからね、下手に寝過ごせないよ今。何時間コースでしょう、そんなお酒は怖いという感じなんですが、まあ、はい、罰ゲーム仮に仮じゃないです。これおちんちんのコーナーディレクターが狩り、はい、桑原君の一番弱いところはどうですか。おちんちんに例えるとこう自分から見た人にこうじゃないですか。はいはいはい、ここですね。の
ここデルタのとこですか。そうですね、デルタゾーンですね。デルタゾーンですね。いわゆる三角巣と言われている。最近ちょっとショックなことがあって、おおい、賃金が異常に伸びてるんですよ、ね。なんかわかんない。チンゲが異常に伸びてるって今親指と人差し指限界の長さ今こんな伸びてるってこと。どういうこと。なんか俺今日パッて見たら、うん、一本だけ、一本だけじゃないです、全体的に。普通抜けるじゃないですか、抜けてなんか大体均等の花や長さになってるじゃないですか、うん、それがなんか俺一番最小時のを上回ったんですよ、うん、それにしチンコよりチンゲの方が長い。隠れちゃうじゃん、もう完全に。それショック受けて、まあまだ覆うかぶさってないんですけど、ほっといたらやがてほっといたらまさか、もう中南米の遺跡みたいにジャングルに隠れちゃうわけだ、まさに。バサッと、要はもう手入れをしなきゃいけないのかと。マチュピチュ状態になるわけだ、お前のチンチンは。ションベンをしたらそれでしょ。そうだ、ションベンの時のれんを一回避けないと沈んで。いや俺それに協力してちょっと今日あらあまりビビるな。なんでこんな長いんだと思って。追い抜けるんだチンゲはチンコ。そうびっくりしたんだよ。それでそれなんかめんどくさそうだね。だからあれ大将やってるって一回毎回便器の前でやんなきゃいけないわけだ。いや皆さん別にそういうこと手入れとかしないわけじゃないですか、普通に考えて。あんましないね。だから切った方がいいですよ。そうですよね。それはちょっと俺ショックでしたけど。ちょっとなんかストレートにしてみれば、せっかくそこまで伸びたんだったらストレートにして、まっすぐ。チンゲがサラサラヘアなんかなかなか聞いたことねえからよ。いや別に長いだけでストレートじゃねえだろ。だからそれをストレートにすりゃいいんだよ。あのアイパー当てて、アイパーっていうかアイロン当てて。チリなんだろう。アイロン当てて。そうストレートパーマ当てりゃいいんだよ。なるほどね。桑原さん軽くご立腹ですけども。すいません。じゃあ罰ゲーム。本チャンスかこれ。私が負けた場合は納豆フルコース食えと。はい、まあ私納豆食わなくなって久しくてですね、うん、まあもう人が納豆食ってるそばでもくせえなと思うぐらいですから。あ、匂いが嫌なの。おいにですね。あ、そうなんだ。でルパンちゃん負けたらスタンガン体験スタンガン体験簡単に書いてますけど、体験もくせもスタンガン浴びるって一撃は一撃ですからね。これ痛ぞ相当。大丈夫なんですか。わかんねえよ。大丈夫でしょ。あんなんね、わかんねえ。痛いだろう。でも痛いと思いますよ。だって動けなくなっちゃうんだ。ついに俺たち初めて気絶するルパンを見れるって。悪いけど爆笑だろうな。ちょっとじゃあそれ俺もしもね、俺が負けてそのスタンガンやるときちょっと横にならして、横になってスタンガン打ってよ。危ねえじゃん。だ立った状態でスタンガンやって気絶しちゃったらバタンって頭からいって脳震盪になったら危ないから、そこだけはプールサイドでやってやるよ。じゃあダパーン。プールサイドなんかもっと危険じゃないか。それ俺でもそれ俺でも分かるもんそんなの。というわけで、はい、今回はまずはそういうわけで監督戦になったわけで、うん、今回の裏話対決プレイヤーはキム君と小妻君に来てもらってます。はい、といえば自己紹介まだでしたね。はい、はい、どうもお久しぶりです。AD キムです。はい、そして小妻です。はい、というわけでこの2人なんで、まあ一人一人我々が選んでいくと。でもちろんちょっと実力的にはもうキム君裏話採決ここのところ連勝してますから、うん、やっぱりキム君取りたいところですね。そうですね。いや俺もそうこの話を聞いた時にやっぱりキムしかねえな。キム取るしかないですよね。だから小妻君のこの一発逆転、うん、しかも、まあ、ね一応含んでるからね、なんかやってくれるっていうところ、ね、いやでもな、まあ、連帯責任。あとこのプレイヤーがやっぱ罰ゲームを受けないと意図的に俺を罰ゲーム方向に持っていくこともできるんですよプレイヤーが。いやでもそこはだからやっぱりプレイヤーも罰ゲームじゃないと良くないと思います。システム的にスタンガン食らうんすか。スタンガン食らうんすか。いやそれはちょっと確かにね、納豆はいいかもしれない。納豆ならバケツ1杯食いますけど別にとか番組的に美味しいから別に。じゃあ両方スタンガンにしましょう。はい。危ねえ。危ねえこと言うな。簡単に言いますけど、単純にだから別にスタンガンになってもいいけど、プレイヤーも罰ゲームじゃないとちょっとね、あの力入んないと思うんですよ。いやちょっと俺ビリビリ系だけはちょっと、もうちょっとあれ骨に伝わってる感じがマジでいくんですよ。電気やったことあるらしいです。お前どんな悪いことしたんだお前。いろいろあるんですけど、なんかいろいろある。スタンガンは浴びることになって経緯が知りたいよ俺は。痴漢だ。それは浴びるわな。ちょっといやーきつい。せめて手つかない状態とかでしょ。がぜんやっぱり
プレイヤーに気合が入って、プレイヤーも罰ゲームがないとダメです。スタンガン。よし、そんな話聞いたら来なかったのに。負けたやつが罰ゲームはもうまるだ、スタンガンだ。何喜んでんの。いや喜んでないよ、覚悟を決めたんだよ。こんぐらいやんないと面白くねえだろうなと思って。一人だけ酒飲んでるからって楽しそうに。いやいやいや、もうでもいやいや頑張ってこう。それでもう聞いてる人がさ、面白いどっち勝つんだってなってくれたら嬉しいじゃないか。そうだ、よし、気合入ったところで監督の俺たちがどちらのプレイヤーを選ぶか、まずは1回目ということでじゃんけんで決めたいと思います。せーの、じゃんけん、はい。おーっしゃー、あっしゃー、しゃ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 。クワハラ気合入れろよ、クワハラ。ここで、あのなんですけど、俺のネタルパンさんも知ってんですよね。で作戦会議するとなるとちょっと不利かなと思ったんですけど、あんま関係ないんじゃないでもそのいい。いや、ドルパンさんが今じゃんけん勝利、どちら選びますか。どっち面白いかなと思っちゃってる。俺の間知ってますよね。で今回で決するわけじゃないからね。そうだ、どうなったら決まる。負けた側がまた次優先権があるから、とりあえず今回もうどっちでも変わらないっちゃ変わらないんですよ。キム俺のこと好きか。ああ、好きっすよ。まあ俺のこと好きか。大好き。この人望のない編集長よ。頑張ろう、キム、キム、キム。勝ちたい。俺もこの戦いを勝ちたい。まあ手堅く一本取るとは間違いないですよ、そういう。ホランさんに勝ちたい。作戦会議あるんですよね。あるある。膨らませよ。俺アンプだからよ。俺って人間はアンプだからよ。お前の話をブーストすんぜ。もう直結だ、直結でギャーンみたいな。やったらあったね。もうこの赤ヘル効果、もう音量だぜ、音量。広島のリスナーの皆さん、あのもしお近くで赤ヘルカップを見つけたら実費払いますんで。めんどくせえもんかまさねえよ、もうあんた直結だからな。いやー、木村くんのテンションがみるみる下がっていく。もうほらね、ワクワクしろもん、ほんとワクワクしろなんて。じゃあ私が桑原くんをプレイヤーとして使うということで、新ルール裏話対決。というわけで、ただいま各チームの作戦会議が終了いたしました。もうポッドキャストってこんなんだったっけっていうような空気がこの地下スタジオに流れましたが、お互いどうですか、そちらのチーム作戦会議の結果、抜ける自信は。ね、2本、まあ3本あるじゃない、3本勝負ですね、裏話対決。2本はいける。なるほど、そんなんで大丈夫ですか。桑原さん、ちょっとドキドキしてます。ただ100%いけますね。本当ですか。マジですか。ネタ3本見た感じ、まあ彼が持ってきたものは、私が今軽く提供したもの、あと高校になった場合のちゃんとあの防護壁も用意してますから、作戦の抜かりはないです。完璧じゃないですか。そうですね、今回ひっくり返っちゃいましたからね。ひっくり返っちゃった。え、いやいや、だからこれが、ああ、ボタンバテンの、そうね、裏話対決、本当にやろうと思ってたのが、実は来月のネタだったというボンミスがありまして、慌てて今、ね、今からの取材で何とかまとめた形ですが、急遽っていうのが弱いんですよね。大丈夫ですよ。というわけで、あとは先行後攻を決めるだけでございます。ここはだから俺が監督として、いや、どうぞどうぞ。いや、監督ですよ。監督として。いいか、早くちゃん。しろよ、脳書きがいいから。後攻がいいな。まあいいです。あ、出方を見ると。出方を見た方がいいよ、ね。まあまあ、じゃあジャッキーしましょう。せーの、ジャッキー、ほい。はい、先行。おーおー。叩き伏せる。ちょい、いっちゃう。いっちゃうんだけど。酔っ払ってんの。いっちゃうんだけど。さっきを。なんだよ。大丈夫か。お前言ってたやつでオブラートにこう包む。そんなむちゃくちゃのこと今振りますか。はい、というわけで裏話対決、これ何月号でしたっけ。監督的には4月号ですね。4月号の裏話対決でございます。今3本お題が決まりました。1本目ディスク16チャンネル機械の体漫画編プレイステーションストア物語、2本目ディスク216チャンネル遠藤特別企画遠藤だらけの特別効果特別講座後編、そして3本目がディスク17チャンネル特報龍が如く3と、
ちなみに事前に取材してあったのは機械の体番外編プレイステーションストア物語のみで、今遠藤特別企画と龍が如く3で裏話やることは先ほど決定いたしました、まあ、というわけで慌ててざっと取材した中で裏話採決どうなるか、これはまさにそのプレイヤーたちのこう地金が問われるわけですね、これは、はい、いやでもこれ監督の責任重要だね。僕はもう監督としてはもう万全の指示を出しました、戦略を授けましたから。でも木村君自身のスキルが高いですから。だって君は今日赤ヘルをこんな一本上げてるわけですから。いやでもね、なんかこういうシステムになった途端に切れたんですよね。なんか赤色猛打賞がなんか切れた、切れました完全に。どうしよう、勢いがさっきのトークの勢いが、いやいや監督だったらもっと自信つけるような感じにしてほしかったけど。大丈夫大丈夫大丈夫ですか、大丈夫ですか、責任は俺が持つから。え、一人でやってくれる。えさあ行きますよ、我々採決一本目は私チームの敏腕プレイヤー群馬が生んだ狂犬。緊張する。釜飯の器で産湯を使ったというこの桑原くんが薄い峠にまで響き渡る、薄い群馬だな。そうですね、薄い峠ですね。メガネ橋な。はい、メガネ橋ですね。そうそうそう、水路なんだよね、あれな。そうなんですよね、もともと水上水道を昔に整備したんですよ。そうですね。さあ行きますよ。これタイム裏話対決1本目、あもうこっちで見てますか。30秒で機械の体番外編プレイステーションした物語よろしいですか。はい、30秒でお願いします。はい、プレイステーション物語といえばですね、アメリカザリガニがご出演されてるんですが、アメザリの平井さんの奥さんといえばですね、本誌でもおなじみユミさん、あの仲良し夫婦として有名ですね。そこの平井さん、実はですね昔タイプの女性が全く違うタイプの女性好きだったんですね。昔はですねキャバ嬢のような女性が、キャバ嬢のような女性が好きだったんですが、ある日ユミさんと知り合いですね、初めてことをするときに立たなかったというですね、なんとそれを聞いた当時のマネージャー竹下はですね、あ本当にこの人が好きなんだなとちびちび思ったと。はい、終了。ほうほう、これはむしろ裏すぎて言っていいのかっていう。いやそうだね、うん、それはある、ね、あと後ほどピー音が入る。いや、えんちゃうとって言ってないよね。えんちゃうはマネージャーの今、しがた平井さんにお話をさせてもらった。さっき電話したの。えんちゃうかと。なるほど。本当にええんちゃうかと誤解を。出ました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 。まあ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 、じゃあオフィシャルネタということで。そうですね。ユミさんは知りませんよ。そうですね。ユミさん。下ネタ嫌いのユミさんがですよ。まさか自分にまつわる。そうですね。俺嫌われるかもしれないんですけど。まあ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 。すいません。でもいい話だなと。本当に好きな人だからというところでね。ちょっとまあまあ付け足すな。はい、すいません。ね。はい、行きますよ。それでは高校ルパンチームからプレイヤーキム君、はい、うちのも木村すごいですからね。裏話対決で名バッター木村君でございますから、すごいですよ、うん、一言も噛まないし、もうねテキパキやると思うんですよね。いや、 そんなやめてくださいよ。本当に私 MC ですから、まあ、普通に MC をしちゃダメですよ。いいですか、リラックス、はい、リラックス、すごいし。はい、行きますよ。はい、高校ルパンチーム機械の体番外編プレイステーション、あ、そうか、あ、そうだね。ちょっとそれ大丈夫ですか、これ押せばいいんだよ。止めてください。ちゃんと30秒でな。消します。リセットできてるか、はい、ちょっと僕に見せるような感じでお願いしますね。ちゃんと本当に 見てください。ちゃんと見る。そこを崩れると。大丈夫か、これ35秒とかで止めそうじゃん。俺がやるよ、だからやっぱりちゃんと見るよ。ちゃんとこうやって信用が全然ない。はい、行きますよ。俺ちょっと見えるよ。お前は見なくていいだろう。キムが見える。あ、はいはい、じゃあこれ見える、見える、これ、はい、見えます、はい、いいですか、行きますよ。緊張する。裏話対決1本目、機械の体番外編プレイステーションスター物語、30秒でお願いします。はい、あのコンテンツでですね、あの架空のゲーム会社道頓堀ゲーム商会という名前にしてるんですけども、実は当初ソニーコンピューターなにわでやるつもりだったんですよ、はい、ところがそれがボツになりました。なぜかと言いますと、アメザリの平井さん演じるところのヘッポコ社長、こちらアメザリの平井さんの名字が実際の CEO の平井さんの名字と被ってる、イメージが良くないんじゃないかなということで SCN なにわというのはボツになっちゃったと、そういう経緯がございます。はい、終了。おお、すげえ。しゃしゃ尺にまとめるね、綺麗に。さあ、というわけで今回のジャッジの方々をご紹介したいと思います。主審ディレクター山木さんとさん、そして副審浮地くん、そしてもう一人副審今井くん、
というわけで元アメザリのマネージャーで今なんと転職なさって、はい、ファミチネーム DVD にいらした、はい、元アメリカザリのマネージャー竹下さん、この3人の審査員でジャッジしていきたいと思います。というわけでまさに1本目はね、その機械の体の番外編ですが、さあ腹心は市場をどう挟んでくるのか、それも見ものでございます。挟んでくるんです。市場挟んじゃいけねえんじゃねえか。え、市場挟んじゃいけ、市場挟んじゃいけません。これは公平な勝負でございます。というわけで皆さんいかがでしたでしょうか。機械の体番外編裏話対決、よかったらどっち、木村、木村、おい、なんかすげえな、なんか俺これでユミさんにも嫌われんのか。最悪だな、踏んだり蹴ったり。主審山崎さん、あのですね、何を言ってるかよく分かんなかったです。そんな感じありましたね。それは俺も思いました。浮石くん、早口でしたね。まああとやっぱりそのプレイステーションストアの中での話っていうのでまとめてた方がいいかなと。面白かったじゃん。そうだよ、お前人に言うな、じゃあ今日知ってるか、平井くんって海さん初めて立たなかったよとか言うんじゃねえぞ。全然違うんですけど。竹下さん、オズマまとめきれてない感じがやっぱり、ね、やっぱりそれは当初ね懸念してたんですよ ね、ちょっと尺があるなと。そうそう、まあまあまあまだ1本目でございますから大丈夫ですよ。いやもうきついな。いやいやいや、もうプレッシャーだよ。キム君どうですか、このプレッシャーに打ち勝った気分は。なんか今までで一番嬉しいですね。いや完全に勝負の場が出来上がりましたからね。今までグダグダでね、いや正直ルパンなんかに負けるもんかと。まあそういうのもありましたし、あの2人でやるのっていうのがこんなに盛り上がるもんかっていう。いやきつい、喜びは倍っすね。心折れてる場合じゃねえぞお前。でもこれでユミさんに嫌われちゃうと思う。なんだそこが。そこばっかりだよ。それだけはもう俺ちょっとショックです。まあまあ嘘かもしれないですからね。そうですね、そうですね、はいはい。そういうわけでどんどんいきますよ。というわけで2本目に行きたいと思います。2本目はディスク2 16チャンネル連動特別講座、連動だらけの特別、あ、特別講座ですね、後編、はい、こちらのラブラン採決、大妻さんよろしいですか。はい、いきますよ。はい、エンド特別講座のラバレンス30秒でお願いします。はい、エンドボーといえばですね、結果がとうとう出まして、ロボエンドとオズマの勝利というところで幕が閉じたんですが、うん、実はですね、私またもや不正をしておりまして、なんとですね声が反応しないばっかりにですね、最終究極兵器と呼ばれる WMD をですね、最後ボーンと落としたんですね、受け地チームに。それはなんとですね、もう声反応しないからもういっかと思って手動でやっちゃいました。これで僕は勝利を手にしたわけでございます。皆さんすいませんでした。わーい、終了。わーい。いや、どうかな、ネタ的にちょっと、いや、自信持って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 こう。さあ、まあ私もさっき聞いて普通にびっくりしましたけどね。エンドボーで手動でこっそりやってたね。どこまで汚ねんだこいつはと思いましたが、まさに裏話。はい、ありがとうございます。さあ行きますよ。キム君いいですか。はい。遠藤特別講座裏話30秒でお願いします。ですね、遠藤王ね、話題騒然だったロボ遠藤なんですけども、こちらのですね、あのボイスチェンジャーガスをです使ったと思うんですけど、なんとですね、あれストックが15本以上あったと。総額1万円以上買ってきてしまったらしいんですね。もうタカさんのギャラより高いぐらいのストック数があり、なんでそんなに用意したかっていうと、小川がアホみたいにどん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 捨ててしまうと。で、トニック・アバラが終了。乱れた。気分乱れた。どうした。あんま面白くねえな。え、いやいや面白かったよ。ちなみにそのネタ元は、は受け付くんですね。はい。ああ、福神へのこの途中でなんか、いやいや確かに確かにキムが盛り上がってなかった今。あんま面白くねえな。お前もうでもさ。でももう少しあるだろう。1本目とお前別人だぞお前今。なんか途中で走んのやめちゃった。まさにそう、まさにそう、走んのやめちゃった今。さあというわけでいってみましょうか。
浦松対決日本面倒特別講座、よかったらどっち、オズマオズマさん3本目、ありがとうございます。完全にイーブンで3本目、ユミさんありがとうございます。ユミさん、ユミさんありがとうございます。これはもう完全に龍が如く3勝負ですよ。お互い 3-3 取って、しかもこれどちらもたった今の取材で拾ってきたネタですから、もうねこのネタですから危なかったです。僕も危なかったです。今出ますよ、差が、取材力の差が。さあただこの今の2本目を取ったことで大島君もだいぶ気が楽になってですね、今もう金玉が今右から左へグーッと、こっちの方が面白いんじゃないかな。でもどっちにしろちょっとこれ P 入りですね。あ、多分 P 入りいけますか。あら、あれこれ本当にあの P 入りですよ。名越さんはどっちもまあ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 、後でちょっと P が入ったからっていいかっていうと、そういうもん。まあいや、そう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 、あ、いやいや、この場では喋りますけど後で確認してくれっていう事実確認なんです。いや、これは僕はどっちも事実なんですけど、単純にこういう話言っていいのか、本当に裏話ですから、はい、うん、多分だからそうだ、せめぎ合いで、せめぎ合いです、ね、まあまあまあ、いや、いいですよ、まあまあ、あなたのセンサーはどっちがいいか、あんだけ行っとこうって言ったぐらいのあっちで、わかります、わかります、監督の指示に従います。いや、そうだよ。小妻さん、よろしいですか。いや、頑張ります。さあ、それでは行きたいと思います。裏話対決3本目、これで勝負が決します。ディスコワン7チャンネル特報龍が如く3の裏話、小妻さん30秒でお願いします。はい、龍が如く3といえばですね、おなじみプロデューサーの名越さんなんですが、あの CM に起用されるほどのキャラクターを変わりですね、なんと芸能プロダクションに所属するとの噂があるんですね。これですね、あのまあ多分初めはですね、ヤッターマンでおなじみの三池崇史監督のですね、龍が如くの映画にまあ出演してたんですよ、名越さん。なんとそれを買われて CM にも出、そして芸能プロダクションに所属するまでに至ったのではないのかと思っておる次第であります。よし、終了。あれ、なんかいまいちな、あれ、うん、ダメだ、帰ってこ、いや、別にこっちでいいんだよ、このこのこのこれ、これ監督が今出しております指示、これ、これ思いっきり投げろもうちゃんとあの野球フォーマットにいちいちこう乗っ取ってるあたりが、まあ、ルパスは今回頑張ってらっしゃるという。じゃあよろしいですか、今監督の指示は。まあ割と漠然としてましたけど、まあ、いきますよ、キム君。ディスクワン7チャンネル特報龍が如く3の裏話、30秒でお願いします。まあ龍が如くといえばプロデューサーの名越さんなんですが、僕がこの仕事についてですね、初めてついていった時のクリエイターインタビューが名越さんだったんですね。でその時はもう行ってみたらちょっと結構挑発で、ちょっと太った感じの、まああのちょいオタクみたいなところ入ったところがあった人だったんですが、それが今やあのような、黒びっかりする感じに生まれ変わったんですが、実はあの名越さん、とか細いですよね、あれってが入ってるそうです。はい、終了。さあ、というわけで、まあプロデューサーに的を絞った裏話、さあどちらでしょうか、ジャッジの皆さんよろしいでしょうか。裏話対決3本目、龍が如く3へ、良かったのはどっち。うわー、負けた、決めた、よし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 、続いに山岸さん、あのネタのなんていうんですか、面白さっていうのは同じだと思うんですよ。あとはもう尺の使い方とトークですよね。大友さんやっぱちょっとこう、さっきもそうでしたけど、余ってしまうっていう。僕、木村君の聞いてる時にやたら前振りが長いなっていうか、余計な部分を最初につけてて、コロッと落とす感じが良かったです。それはありましたね。はい、福神のデブちゃん、そのゲームプロダクション、ゲームプロダクションに入るっていうのは本当なんですか。まあ、あれだけ仲のいいからの情報なんで、業界に詳しい福神竹下さん、それも踏まえて、なんで芸能のプロダクションに入って何をやるのかっていうそこまで使えるのわかんないですけど、それがちょっと面白い情報だなと。何するんだろうっていう、あの僕らもこのネタをちょっと行こうっていう話になってて、どっちか
聞くっていうから実はもう一個用意しといたんです。ああ、そうなんですか。うん、で、大島くん土壇場で迷って、うん、俺が後から足した方がいいんじゃないですかって言ってきたんだけど、まあ任せると言ったらさっきのを出して。なるほど、なるほど。まあ、ちょっと軽く滑ったみたいな。そうですね。感じで。ちょっと、あいつ何なんですかね。あ、矛先が、矛先が向こうに。俺持ち込む。え、ジャッジの判定のあれ聞いてないじゃないですか。あ、まあまあ、あの、おおってなったのは単純にこっちです。話し方のテクだな。そうですかね。キムうまい。これね、トークスキルの差がちょっと出すぎるから。そうそう、次取材もらって全部俺が行くかもしんねえな。俺はもう木村君ちょっとね、やっぱ差がありすぎます。そうだね、勝負のあれとして。いや、俺もサンタと一緒で今の話なんて随分ちんたら使うなと。で、ちゃんと肝心の話題に入っていくのは残り5秒入ってからなんですよ。うんうんうん、その5秒を使えるキムの強さ。うん、桑原くん残り5秒、それやれよってもう5秒逃すだけなんで、これはちょっとね、しょうがない。この2人の戦いに我々が監督としてちょっと真剣に入っちゃね、キム依存にちょっとなりすぎるな。まあ確かに。どっち取るかみたいな話になって。そうだそうだそうだ。やっぱ。ディレクターですね、職に沿って喋るという。ああ、そうだ。そうだ、そうだ。まあまあまあ、そんなわけで、勝者、キム君どうですか。いや、ほっとしてますね。もう本当にそれだけですね。いやいやいや、ルパンさんの指示がもう漠然としすぎてて、もうどうしようかと。そこはやっぱルパン立てきは忘れずにこう。ああ、いや、そんなことない、そんなことないですよ。でも、ね、嬉しいですよね。やっぱ2人で、喜び祝い。2人で、なるほど。黒は半分。でも次、私がキムを指名したらもう、次は来月。本当こんなうるせえことはないですね。気になるかもしれない人。見たかね、この手のひら返し具合。まあ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 、それはだけど、このルパンとオズマがコンビ組んだ時の恐ろしい化学反応。化学反応、ケミストリーは。まあ、他にも選べる権利はあるんで。他にも選ぶところあるんで。ああ、そっか。うん。そうですよ。誰を選ぶか。この、誰を選ぶか。おデブちゃん、なんだい？ちゃんと喋れって、あのデブで。もう、キャッキャッますけど。ほら、恐れんなって。でも、入院してる。ハンバーグ食いだわ。入院してるかもしれないけど。明日、病院で。本当に、ゆけち君、やばいみたいですから。なんか右半身が。右半身に痛みが覚えて取れない。右上半身ってこと？明日下手したらちょっと精密検査取られて本当に入院してるかもしれないんでね。ああ、確かにそうですね。いやー、というわけで負けてしまった小島さん、どうですか、戦いを終えて。いやー、もう由美さんに嫌われるだけがちょっとこれだ。もう回避したいです。別にでもその話をしてしまったことが問題なわけで、勝とうが負けようが勝ったから許すってもんじゃないじゃないですか。まあまあ、でも勝ってた方がまだいいじゃないですか。ああ、まだね。あんたそんなもん出して負けてんのかみたいな感じでやっぱ怒るわけじゃないですか。怒られる。俺のトークスキルのせいで、うん、あんなすごいネタを、いいネタをいい話をね、出したのにね、負けちゃったっていうことはもう必ず嫌われると思います、僕は。でもそのネタをまた提供した竹下さんがキムにあげたっていう。いやー、というわけで次回の5月号裏話対決で一発かまさないと、うん、私と次回私側についたプレイヤーがスタンガンを浴びるという。ここに来てジョニーノックスビル的な、そういう、しかも低電圧なら大丈夫って言いますがね、でもスタンガンという名前で売られる以上ガンな影響あるわけですからね。しかもスタンガン経験者の野妻さんがなぜスタンガンを与えられたかは分からないね。謎に包まれたままですが、そういう時代があったんですね、野妻さんで。まあそうですね。というわけで裏話対決新ルールでお送りいたしました163回。これ、はい、ぜひ指名をもう、あ、俺負けたからもうキム、いろいろいますけど、ね、あ、でもプレイヤーが分かんないじゃん。誰でもいいの。じゃあキム。だから俺もクワだよ。じゃあなんで、クワなんで、なんで、なんで、裏話対決は
5月ゴラバラ対決は私チームにキム、そしてルパンチームにクワというシャッフルした形でお送りしますので、次回皆さんご期待いただきたいと思います。というわけでお送りいたしましたポッドキャスト163回目、お相手はアポロ鈴木とルパン小島と小島田リリキムでした。